はい、こんばんは。2020年7月25日土曜日、上杉隆弘のニュースリテラシーです。今日は、浜町の信田本社から、お伝えしております。今日はね、ニュースいろいろあります。もちろんね、コロナとか、それからね、まあ、日本では、これ GoTo キャンペーン、もうドタバタになってますね。それから、この水害、これ中国の三峡ダム、などの水害もいろいろ言われていますが、今日はね、その災害では災害、災害は災害なんですが、ちょっと違う視点の災害、これについて取り上げたいと思います。私自身、この災害に関しては、想定される災害ですけど、大学生の時からずっと取り組んでこれきたんで、もうかれこれ30年ぐらいになります。30年ぐらいにわたって、その現地調査、あるいはね、取材も含めてやってきたものなんですが、何かというと富士山です。富士山の噴火というのは果たしてあるのかどうか、またその時にどのような規模になるのか、またね、公開にいろいろ言われている、先週ですか、週刊新潮なども、書いた富士山の噴火による、まあ、この日本経済の打撃とかね、そういうことについての、解説をしたいと思います。一つ資料として使うのが、今日はですね、私自身が13年前に書いた記事ですね、それをちょっと使ってみたいと思いますが、これですね、共有できたかな。はい、この記事ですね、ちょっと大きくしましょうか。これ自分自身を大きくして、はい、タイトル、ダイヤモンドオンラインですね。富士山は噴火しない。行政とメディアの情報隠蔽は今も昔も。上杉隆弘株式会社ノーボーダー代表取締役。2007年12月5日の記事なので、今から13年前ですね。先ほどちょっと、Facebook とそれから Twitter で、シェアしていたんで、また読める方は読めると思いますが、どうもな、ダイヤモンドオンラインは無料じゃなくて、有料化になったみたいなんで、一応私もちょっとね、無料会員という、この5つだけ読める会員登録しました。さて、どういう記事かというと、やはり13年前に週刊新潮が書いた記事、で、それを受けて私自身も思い出したことなどがあったので、ダイヤモンドオンラインにそれを受ける形で記事を書いたと。まあ、こういうことです。今回はね、この記事をまず読み進めてみて、13年前に書いたことなんですが、まあ、基本的には今も当てはまるんじゃないかということで、今日はこの記事についてニュースリテラシーをお伝えしたいと思います。まあ、ニュースリテラシーのリテラシーの部分が、多分に入っておりますので。それでは、週刊新潮の記事、特別読み物、300年前の悪夢、富士山宝永の大噴火を読んで、約15年前の出来事を思い出してしまった。括弧ですね。この1万年の中で富士山は100回以上の噴火が起こっているが、空高く吹き上がるほどの大噴火は3、4例しかない。その一つが宝永の噴火で非常に大規模なものですと語るのは、東大名誉教授で富士山ハザードマップ検討委員会委員長の荒牧茂雄氏、略週刊新潮12月13日号、2007年ですが、ちょうど、今から13年前。そして宝永の大噴火は1707年12月、今からちょうど300年前の大災害であると。1万年の中で100回以上で3、4例しかないと言ってるんですが、私がその後に調べたことでは、もうちょっと、結構頻繁に大噴火、要するに山体崩壊を含めた、ものがあったというふうに、記憶しています。まあ、これは荒牧さんの意見であり、これはまあ誰もわかんないですけどね、基本的にはちょっといろいろ事実関係変わってるかもしれません。そうです、進みます。当時の噴火によって富士山周辺には巨大な火の玉が降り注ぎ、登録の諏訪尻村などは、4メートルもの灰に割って壊滅したという。大量の溶岩は猿橋まで流れ、吹き上げた火山灰は江戸に到達し、数センチ積もった。仮に現在だったとしたらどうなるのだろうか。農業、観光業のみならず、ライフラインや交通網が分断され、情報産業や電子化された日常への打撃も計り知れないと。当然でしょうね。美しい富士はその勇姿とは裏腹に、内容には強烈な悪夢の可能性を秘めている。まあ、これ理由ですね。そして、まあ、小見出しと申します。
今年6月、富士山は世界遺産の暫定リスト入りを果たした。山麓に点在する富士五湖を含めた一帯の登録も検討されている。富士北麓の巡回は全て溶岩の跡で、本栖湖、庄司湖、西湖、河口湖なども噴火によって流れ出た溶岩が作り出した火山湖である。富士山の、山の湖を除いた4湖はこれ、富士山の噴火によってできた湖なんですね。その最東端に、位置する山中湖は風光明媚で観光客の途絶える冬の美しさは息を呑むほどだ。1980年代末からの約5年間、その自然美に魅せられた筆者は山中湖村民として湖畔に居を構えていた。これ私も村民というか山中湖に住んでました。標高1000メートルぐらいですね。ですから富士山のちょうどね、三合目って言い方しないんだけど、中腹にあったと言ってもいいんじゃないか。その村に住んでたんですね。80年代前半までは富士山は死火山と呼ばれていた。ところが筆者は山の湖に住み始めた頃に、こっそりと旧火山に変わっていた。理由は日本列島にはそもそも死火山はないという学術的な見解の変更に伴うものだった。この後にね、核火山になってるっていうか、旧火山ということも、どうもなくなったようですね。それでは次のページにちょっと飛んでみますか。あ、続きを読むにはって、これでちょっと、そんなことないよね。あれ？どういうこと？なんで？なぜ？ん？ちょっとリロードしてみましょうか。当時、四輪駆動車を走らせて、富士の林道などで遊んでいた筆者は、これ、ランクルに乗ってました。そのさりげない変更に疑問を抱いた。さりげない変更っていうのは、この今から言いますね。これまで言われていた富士山、死火山であるならば、確かに心配はない。だが、旧火山となると話は違う。そうなると、いつ噴火するか分からなくなる。仮に噴火したとしたら、この一体はどうなるだろうか。今の生活は、近所の人々は何より生命は。早速、村役場に訪ねてみると、噴火はしないという。それならば、死火山ではないのかと重ねて問うたが、要領を得ずに、県に聞いてくれというばかりである。仕方なく山梨県庁に問い合わせると、今度は県としては、特段の対応をしていない。各自治体に任せてあるという答えが入ってきた。そこで、富士箱根伊豆国立公園内にまたがる富士山周辺の11市町村、かっこ当時ですね、に問い合わせてみることにした。結局その全てで噴火は想定していない。よって準備もしていないという回答であった。全くおかしな話だった。なぜならば、念のために旧火山を抱える日本全国の国立公園内の自治体を調べてみたところ、その全てで万が一の噴火に備えたハザードマップを作成、もしくは作成中であった方、これは、この話は25年前の、私自身学生時代の、話ですね。今のこの自治体に問い合わせたのも。富士山周辺の自治体に他地域の状況を伝えながら再度問い合わせた。だが反応は鈍い。そこで NHK にハザードマップを作成していない、危険な現状を報告したのだ。この時は NHK の内定もらっている時だと思うんで、最終年だから93年かな92年だったかな、1909年ですね。しばらくすると調査の際に親しくなった富士吉田市の職員から連絡が入った、これ携帯電話とかないですよ。もう当時電話しかない、固定電話しかない時代ですから、君はマスコミにベラベラと喋ってるようだが、あんまりそういうことはしない方がいい。いいな、君のやってることは風雪のルフといって犯罪に当たるんだよ。観光産業で生活しているこの地域全体に想像もつかない打撃が当たるかもしれない。そういったことを不用意にまた無責任にしない方がいい。というふうに、やめとけよと、言われたんですね。落とされたというか怒られたと。学生だったんで。で、中はその忠告に諦めながらも、再び NHK に行政による下せない忠告を報告した。これも当時、これ誰だったっけ、山崎報道局長かな、広報放送局の。あるいはね、泊まるセンター長だったかな、沢田さんじゃなかったと思うんだよね、これ。
ちょっと忘れてしまいましたが、あくまでも全部実名なんで、ちょっとここ曖昧なんで、名前は合ってるんですけど、誰にこれを報告したか忘れています。すると、思いもよらないことが起こった。今度は当の NHK 記者から忠告が入ったな。記者って言うと、やっぱり山崎さんかな。山崎さんだと思いますね、当時のね。お前、山梨に住めなくなるぞ。これそうだ。うん、そうです。住民の生活、財産よりも観光の方が大事。だが、住む人間がいなければ、観光業ですら成立しないではないか。当時の筆者は、地域住民を守るためのハザードマップ作りがタブーだとは、つゆとも知らなかった。この頃はまだ暑かったし、青かったな。まあ、今もあまり変わらないけど。つまり、1990年代前半、今から約15年前、富士山は風雪のルーフという勝手な理屈に守られて、決して噴火をしない火山に認定されていたのだ。だが、残念ながら有史以来富士山は何度も噴火している。それは隠しようのない事実である。政治や行政、そしてメディアは、その現実を伝えなければならない。生命財産を守るため、噴火の際の岩石流出ルートや勾配エリアなどの特定は、地域住民が知っておかなければならない最低限の情報である。しかし、危機意識の低い日本では、こうしたことが放置されがちだ。大抵、危機が眼前に近づいていて初めて慌て始めるのである。もう今も昔も変わらないですね。案の定2000年10月ですね。これからその後です。今から20年前です。富士山で低周波地震が相次ぐと、いきなり状況が変わり始めた。半年間で数百回にわたる地震が、鈍い危機意識をようやく呼び覚ますことになる。私もニューヨークタイムズにもう入った時ですね。その後、富士山まで取材に行ってます。久々に。地震は火山性のものではないという見解が述べられるが、年が明けてもなお続いていた。これ2001年のことだと思うんですよね。さすがに住民も不安になる、落ちる。提供される情報の不足がますます不安に拍車をかける。そして2001年1月、読売新聞の正月スクープ、富士山ハザードマップ検討委員会の設置決まるという報道をきっかけに、NHK はじめ各メディアは一斉に富士山噴火時の防災マップの早急な作成と行政の準備不足を訴えるニュースを報じ始めたのだって。相変わらず横並びなんですよね。これ読売のね、確かね、正月版なんかで富士山の写真をドーンと一面に打ってね、それでようやく富士山も噴火するということを初めて見たというような、ことでした。まあ私が学生の時にハザードマップの作成を各自治体に訴えてからもう7、8年経った時ですし、まあ日本のメディアはどれだけ遅いかということと、現実から目を背けるということ、もちろんね、優秀な記者だからみんな知ってるはずなんですよ。だけど、みんなが言わないんだからって言ってやんないというね、まあ変わんないんだなと思います。さて、記事には話を戻します。2003年9月には、北東斜面で噴気が確認され、微小ながらも火山性活動が認められた。こうなると、自らの不作為の記憶など遠い過去に消えている。追い詰めた末にようやく現実を直視しようということになったのだが、もちろんそんなことは認めない。このあたりはちょっと私自身も何書いてるかよくわからないんですけど、おそらく政府とかメディアについて言ったんじゃないかなと思うんですね。2004年、防災マップの試作版が完成し、内閣府に報告された。現在は協議会を設置し、常時の監視体制が取られている結果としては良いことだと。だが今回の週刊新潮の記事を読んで改めて思い出してしまった。行政とメディアが共犯関係を結んで、知らせなければならない情報を国民から覆い隠す。こうした行為はこれまでに繰り返し行われている。それは富士山の事例に限らない。例えば現在の政治状況を軽く振り返ってみても、5000万件の消えた年金、記録ですね、これね。防衛省と武器専門会社との利権、特定道路特定財源の次元性など、行政がひた隠し、一部の記者クラブメディアが司令点にもかかわらず、表沙汰にしてこなかったことばかりである。もう本当変わんないんだなと思います。で、同時に私自身も何か変わんないことをずっとやってきたんだなとつくづく思いますね。これで良かったんだろうか、私のジャーナリスト人生
本当はもっとやることいっぱいあったんだけどなと。結局メディアの不作為を追求することになってしまって。ね。でもただね、やっぱメディアが腐ると国が滅ぶんですよ。それほど大事だからこそ僕はメディアの人たちに、口酸っぱく嫌がられても言い続けてると。まあ、誰かが言わないといけないし、誰も言わないですから。まあ、その嫌な仕事を引き受けてもう20年になりますね。それでは続き戻りますね。行政はいつでも都合の悪い情報を隠し、記者クラはそのお供をする。だが一旦疑惑が明らかになるとメディアだけは一転して手のひらを返し、逆にかつての共犯者たちを攻撃するのだ。これね、共犯者って言葉、メディアが共犯者になってるっていうのは、ちょうどね、これ、朝日新聞の南明記者から送ってもらった政治部新、これ新刊なんですね。今月出るのかな？まだ発売してないと思うんですけどね。2020年7月30日に出る本なんで。で、これもね、共犯者って言葉が書いてるんですよ。まさにこれ、ね、取材してるとね、自分たちの仲間が共犯者になっちゃうんですよね、これ。共犯者というって書いてますけどね。もうこの時に使ってますね。一体日本でのこうした状況はいつまで続くのだろうか。少なくとも筆者の知る限り15年前と何ら変わっていないと。まあ、こんな感じで、ダイモンドオンラインの記事を今日は紹介してみました。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、富士山の噴火というのはね、本当にいつあるか分かりませんし、そのために何を準備するかということを皆さんやっていた方がいいと思います。私自身のね、なんか勘っていうのは変ですけど、なんかどうもね、富士山の噴火っていうのはもうここ数年のうちにあってもおかしくないんじゃないかというふうに思って、それに対する対応っていうのをもうやっております。ですからね、皆さん、何があっても、まあ人生一回しかないし、それによってね、何か悲観することもないし、かといって用意をしないで楽観しすぎることもなく、淡々と冷静な準備をして、行ってほしいと、こういうふうに思います。上杉隆のニューズリテラシーでした。2020年7月25日土曜日で。それでは、チャオー。